帰宅部。お。はい、特務支援課バニングスです。あ、ロイダさん、よかった、つながったみたいですね。フラン、直接連絡なんて珍しいな。何かあったのか。それが実は支援課に相談があるという市民の方がいるんですけど、直接そちらに回してもいいですか。ああ、大丈夫だと思うけど、いつものように端末で回せる話じゃないってことか。はい、ちょっと深刻そうな話なので。それにロイドさんたちをぜひにと指名される方も珍しいですから、どうせだったらと思いまして。そうか、事情は分かったよ。支援課の方に戻ればいいのかな。はい、相談者の方にもそちらに向かうように伝えます。どのくらいでお戻りになりますか。そうだな、少し遅れるかもしれないから、早く着いたら中で待っているように相談者に伝えておいてくれ。はい、わかりました。それではロイドさん、よろしくお願いしますね。緊急の要請が入ったの。ああ、ちょっと深刻な話みたいだ。他の支援要請は切り上げて一旦支援課の方に戻ろう。了解です。で、相談者ってのは美人なのか。いや、知らないって。It's my first time going to the gate, I think. Yeah, first time here.
Hmm, okay, they do decent damage. Oh god, the AoE. Go easy. Oh, there's multiple battles, really? Oh, are we gonna fight against Seeker? Dang, alright. Ko-Oake, thanks for the follow. What is that? Come on, come on.
I'm paralyzed. Shit. There you go. I remember spamming the shit out of Galleon Tower and Avalon Gate in my playthrough. They seem really strong. It's probably because it's like a little side thing. You gotta think about it. Like, they can't throw in voice lines, voices all the time because of data reasons. No, hold on, where'd the bus stop? I need to figure out how to get down there. Oh, there he is. I was like, where is he?
Daphne, how you doing? Not resist, okay.
There you go. We did all the missions, or yeah, almost all of them. Oh, it's her. Otto, more kite ta mitai ne. Sumimasen, katte ni agari konde shimatte. Sono. Na, ii desu yo. Hanashi wa kiite imasu kara. Soudan sha no kata desu yo ne.ようこそ、特務支援課へ。はじめまして、リーシャ・マオと言います。本日は、相談に乗っていただき、ありがとうございました。うわぁ、こいつはまた…トランジスタグラマーです。あんまり露骨に見つめないの。ちょっとロイド。とりあえず、そちらにおかけください。まずは一通りお話を伺います。 She's pretty. 脅迫状。 Pretty. はい、一週間前のことです。イリアさんのもとに差出人不明の手紙が届いて。あ、イリアさんというのは炎の舞姫の異名を持つ劇団アルカンシェルの大スター、国際的な知名度を誇る看板女優にしてアーティスト。いやまさかイリア・プラティエ絡みの相談事が回ってくるとはね。ランディさん、少し落ち着いてください。その、さすがに有名人ですから名前くらいは知っていますが、しかしその彼女宛に脅迫状が。はい、本人はただのいたずらだと言ってますけど、ちょっと不気味な文面で、ただのいたずらには思えなくって。それで劇団長とも話し合って、とにかく警察に相談してみようって。脅迫状の現物はどちらに。 Well, we did technically say that, hey, she can go ahead and come in kind of thing. すぐに捨てようとしていたところをなんとか止めはしたんですけど。そうなるとまずはその脅迫状を見せてもらう必要がありますね。そういえばリーシャさんと言いましたか。当然アルカンシェルの関係者なんですよね。あ、はい、一応アーティストの一人です。そのまだまだ新米なんですけど。って、ああ、なんだよさっきから。君の顔を新作の特集ページで見かけたことがあるぜ。イリア演じる太陽の姫と対になる月の姫を演じる準主役、イリア・プラティエが大抜擢した彗星のごとく現れた大型新人って。そんな大型新人なんて。まだまだ稽古不足で足を引っ張ってばかりなんです。 I know this voice, I just can't remember. デビューなんて早いとは思ってるんですけど。それでもすごいですよ。I know this voice. あのアルカンシェルに採用されてデビューするんですから。大体わかりました。しかし話を聞いていると、イリアさん本人はこの件について乗り気ではないみたいですね。はい。とにかく今は舞台の完成度を高めたいから、外部の人間は入れたくないって。特にその。警察なんか言語道断だって。それでは私たちも出る幕などないのでは。でも皆さんは特務支援課なんですよね。 Oh, it's 雑誌で読んだ限り、なんだか it's shoot, what's her name? Sato Rina. Yeah. Misaka Mikoto from Index Rogan.
こう言ってはなんですけど、遊撃士協会の方には相談は？イリアさんは民間人ですし、彼らの護衛対象になると思いますが。それはそのクロスベルで遊撃士協会はとても人気があるみたいですから、公演前にそんな人たちが出入りしたら変に噂になってしまいそうで、その点皆さんならそこまで話題にはならないかと思って。すみません、私たら失礼なことを。いや全然気にしてませんよ。それよりも大体の事情は了解しました。この件引き受けようかと思うんだけど、みんなどうだい？もちろん私は賛成よ。私も依存なしです。いや、むしろ断るなんてありえないだろう。というわけでリンシャさん、脅迫状の件、特務支援課が引き受けさせていただきます。ありがとうございます。それでは私一足先に劇団に戻ります。劇団長とイリアさんには私の方から報告しておきますので、いつ来ていただいても大丈夫です。ええ、わかりました。まったね、リーシャちゃん。失礼します。さてと、とりあえず劇団に行ってみよう。脅迫状を見せてもらわないことには始まらないしな。そうですね、ただのいたずらの可能性もありそうですし。いや、しかし役得だな、公演直前のアルカンシェルに入れる機会があるなんてよ。しかも生イリアだぜ、生イリア。確かにあのイリアプラティエから直接話を聞くかもしれないのよね。ちょっと緊張してきちゃった。そんなにか。雑誌とかで見る限り確かに美人だとは思うけど、ちょっと楽しみです。 Alright, so 皆さん、それでは報告はランクアップですね。おめでとうございます。さすが皆さんです。お疲れ様でした。Rest up a little bit first. Okay, and then we head to the theater. Oh, you know. てみるとかなり立派な建物ですね。結構新しそうな雰囲気ですけど。築20年になるかしら。視聴者などに比べるとそんなに古い建物ではないわね。アルカンシェルか。小さい頃兄貴とセシル姉に連れられて何度か来たことはあるけど。なんだ、どうした？いや、なんでもない。早速お邪魔しようか。雰囲気のある玄関ね。音楽が流れてる。ってことは稽古中なのかな。おお、きっとそうに違いね。お客様、大変申し訳ありません。ただいま当劇場は関係者以外の立ち入りをご遠慮願っておりまして。その実はこちらの方から相談を受けた警察の者なんですが。ああ、特務支援課の方々でしたか。ようこそアルカンシェルへ。リーシャさんから話は伺っております。何でも劇団長とイリアさんにお話を伺いにいらっしゃったとか。ええ、お取り次ぎ願いますか。それでしたら正面の扉からホール内にお入りください。
ちょうどイリアさんの稽古を劇団長とリーシャさんが見学しているはずですから。いいんですか？イリアさんの迷惑なのでは。いえいえ、そんなサジを気にされる人ではありませんよ。むしろ本番に近いと言って喜ばれるんじゃないでしょうか。わかりました。よし、そんじゃ俺たちも早速見学させてもらおうぜ。She can jump so high. あら？あ、皆さん。すみません。お邪魔してしまって。その、なんて言ったらいいか。すごかったです。ちょっと魂抜かれかけたぜ。素晴らしいものを見せていただきました。ありがとう。まあ完成というにはまだ程遠い状態なんだけどね。まだ上があるんですか？当たり前じゃない。このシーンはあくまで冒頭の太陽の姫だけのシーン。これに月の姫が加わることで何倍にも相乗効果が生まれる。最後のクライマックスシーンは今の数十倍はすごいと思うわよ。すごいっすね。想像すらできません。リーシャ、彼らがさっき言ってた？はい、特務支援課の方々です。確かに全然警察っぽくは見えないけど。でも事情聴取とかするんでしょ？たかがいたずらごときにそこまで付き合いたくないわね。まあまあイリア君、みんな心配してるんだ。少しくらいいいじゃないか。そう言われても、公演前にテンション下がることは一切しないのがスタイルだし、リーシャが胸を揉ませてくれたら少しは考えるかもしれないけど。揉ませません。まったく君と来たら。なんか舞台の上とのギャップが微妙におじさんっぽいです。除血らしいのは知ってたけど。いや、強烈な人だよな。すみません皆さん、なんとか説得してみますから。ロイドさんたちは控室にでも。あら、Hey Jillhammer, how you doing? ロイドって今そう言ってたの？ひょっとしてあなたのこと？まあ近すぎるって。フルネームは？そのロイド・バニングスですけど。ほう。おい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 。イリアさん、何をしてるのかね。いや、世間は狭いわね。まさか噂の弟くんとこうして会えるなんて。そういえば警察に入ったって聞いたことがあったっけ。聞いていたイメージと本当そっくりじゃないの。Yep. ひょっとしてイリアさん、セシル姉の知り合いだったり？セシルは私の親友よ。日曜学校以来だからもう10年以上になるわね。なるほど。改めて自己紹介するね。イリア・プラティエ、劇団アルカンシェルの看板を背負って立たせてもらってるわ。よろしくね、弟くんたち。That's true. いきなり抱きついたりしてロイドさんに失礼じゃないですか。まあまあ、固いこと一個なし。
それにお姉さんに抱きつかれてちょっとは嬉しかったでしょ。じセシルさんに続いてこれがヒエラルキー、弟至上主義というやつか。この弟貴族、弟ブルジュアジーが。Freaking Randy。 それでその脅迫状の件なんですけど。ああそうだったわね。弟くんの頼みなら仕方ね。ちゃんと手紙を持ってきたわ。はい、どうも。頼まれたのはこっちだけど。Bien. これは新作の公演を中止せよ。さもなくば炎の舞姫に悲劇が訪れるだろう。金。確かに脅迫文っぽいな。脅迫文というよりただの嫌がらせじゃない？言っちゃなんだけど、この程度の脅し文句なんか珍しくもないんだし。そうなんですか。まあうちもそれなりに儲けさせてもらってるからね。やっかみ半分、面白半分で脅しめいた手紙はそこそこ届くよ。ただ今回ばかりはちょっと気になることがあってね。気になること？そこにある差出人か。ああ、そうなんだ。今まで送られてきた脅迫状は無記名がほとんどだったんだが、それが今回は銀という思わせぶりな名前が書かれていて、ただのいたずらとは思えない感じがするんです。気のせいだと思うけどね。皆さん、銀という名前に何か心当たりはないんですか？全く持ってないわね。そもそも人の名前なの？それ、何かの暗号とかそんな感じはしますけど。うちの新作のタイトルに銀という言葉は入っているが、そのくらいだろう。心当たりは。そうですか。 So it's supposed to be 銀, not 銀. それ以外の心当たりはありませんか？ So the name they're saying is supposed to be 銀, silver in Japanese. I wonder why they named it 銀. まさかね。あら、あなたたち誰かに恨まれる心当たりなんてあるの？あのね、私たちではなくてイリアさんの話ですよ。ほら、つい先日。But anyway, like it's her, right? I'm pretty sure. Like if I'm not mistaken, I know who it is. Like I know who it is. あまりにどうでもいいからすっかり忘れてたわ。But like. その。影オヤジというのは、マルコーニっていう油切ったハゲオヤジのことよ。ルバーチ商会っていうゴロツキどもを使ってるっていう。ルバーチ商会。その名前が出るかよ。何？どうしたの？ Probably。 いえ、最近よく聞く名前なので。それでそのルバーチ商会の会長とはどういう経緯で？よく接待かなんかでうちに客を連れてくるのよ。いつも貴賓席を使っているから相当羽振りはいいんでしょうけど、舞台とかには全然興味ないみたいね。私のことも演技とか全然見ないで、体ばっかりいやらしい目で見てたし。イリアさん、よく気づくね、そんなこと。舞台の最中は観客席も含めて私の世界だから当然でしょ。で、この前そのハゲ親父が私に言い寄ってきたわけよ。帝都のオペラハウスへの進出をバックアップしてやろうとか、恩着せがましいことを言いながら。へえ、そんな予定があるんすか。帝国からだけではなく共和国方面からも要請があるんだよ。期間限定でいいから特別公演をやってくれないかってね。そういえばこの前リベールのグランアリーナからもオファーがあったな。やはりすごい人気なんですね。でもどうしてそれをルバーチェの会長がバックアップするという話に。どうやら帝都方面に強力な米を持っているらしくてね。まあ彼らの噂を聞いている限り遠慮したい類の米だと思うが。ルバーチェはどちらかというと帝国とつながりの深いマフィアです。帝都の暗黒街とのコネクションもそれなりにあるのかもしれません。
ですか。それで結局そのハゲ親父をどうしたんですか。もちろん丁重にお断りしたわ。二度と迫ってくる気が起こらないようビンタもかましてあげたけど。 Damn、マフィアのボスにそんなこと。そうなんです、私もう気を失いそうになって。私も気絶しそうだったよ。ただまあ向こうもイリア君の体を触ってくるなど無謀な、いや無礼だったからね。周りの取りなしもあってその場はなんとか収まったが。向こうがその時の屈辱を忘れてない可能性はある。そういうことっすか。確かに脅迫状を出す動機にはなりそうですね。事情は大体わかりました。まずはいくつか手がかりを当たってみようと思います。イリアさん、この脅迫状はお預かりしてもいいですか。ええ、構わないわ少し目つきが変わったわね。私たちにステージに上がるときと同じような目。いいわ、あなたたちならいい仕事をしてくれそうだし、リーシャの心配を取り除くためにもこの件全てお任せしておくわ。イリアさん、引き受けました。ご期待に添えるよう尽力させていただきます。ありがとうございました。イリアさんも納得してくれたし、相談して本当に良かったですこれからですよ。どうやら一筋縄ではいかなくなりそうですしそうですよね。そういえばあの、どうかそんな丁寧に話さないでいただけませんか。その私まだ新米ですし、ロイドさんやエリーさんよりもちょっと年下だと思いますし、そんな丁寧に話しかけられるとなんだか申し訳なくって。そうですか。それじゃあちょっと砕けさせてもらうよ。はい、どうもありがとうございます。リーシャ、ミーティングを始めるわよ。はい、イリアさん。それでは皆さん失礼します。何か分かったら遠慮なく劇場にいらっしゃってください。さすがに忙しそうだな。ま、公演まで数百回は稽古を重ねるらしいからな。脅迫状を気にかけている時間がもったいないのもうなずけるぞ。なるほど、納得です新作の成功のためにもなんとか解決できるといいわね。ああそうだな。Okay.